まずペインティングオイルスペシャルですが、これはスタンドオイルと樹脂の混合です。メーカーによって天然樹脂だったり合成樹脂だったりするようですが、私が持っている草壁のは合成樹脂と書いてあります。こんにちは、アートスタジオの中道坂井です。今回は油絵のオイル画用液についての解説をしていきます。画材屋さんに行くといろいろなオイルがあって、何がどうなんだかとさっぱりわかりませんよね。そこで今回はそのオイルについて簡単に初心者の方にわかりやすく説明します。初心者セットに入っているペインティングオイルなど調合とキーについては最後にお伝えします。そもそも油絵のオイルの中身というのは大きく3つに分類されます。それは1揮発精油、2乾精油、3樹脂です。この3種類の中に天然のものや人工のものなどいろいろな種類があるわけです。筆を洗うためのブラシクリーナーは石油からできていますが、ここではちょっと除外して今回は絵を描くための画用液の説明をしていきます。では順番に見ていきましょう。1番揮発精油です。これはサラサラしていて、油絵の具や乾精油や樹脂などあらゆるものを薄める役目をします。水彩やアクリルの水のような役目です。これで油絵の具を溶いてキャンバスに塗ると、このオイルの成分だけが揮発して画面が乾いていきます。乾きは非常に早いです。なので下塗りに向いていますが、乾いた後に画面を触ってみると絵の具の顔料の粉が指についたりします。顔料の画面に対する定着性はすごく悪いです。ではこの揮発精油にはどんな種類のものがあるかと言いますと、テレピン、ペトロール、スパイクラベンダーオイルです。まずテレピンですが、これは松ヤニを蒸留精製して作られたもので天然素材ですね。乾きはとても早く使いやすいです。次にペトロールです。これは石油を精製して作られていますが、乾きはテレピンよりやや遅くなります。油絵独特の匂いというのはこの揮発精油の匂いであることが多く、最近はオドレス、無臭のものも売っています。それからスパイクラベンダーオイルという揮発精油もあります。これはラベンダーの良い香りがするのかもしれませんが、お値段も素晴らしく良いです。はい、ということで下塗りや下書き段階では乾燥の早いこれらの揮発精油を使って薄めに描くと覚えておきましょう。次は2番乾精油です。画用液というと主にこの乾精油のことを指します。油絵の具というのは顔料の粉をこの乾精油でアクリルや水彩絵の具よりはちょっと固めに練り上げてあります。ではそもそも乾精油ってどんな意味合いがあるのでしょうか。それは放っておくと乾燥してゼリー状に固まってくるという意味です。私たちが日常使うサラダ油やオリーブオイルなどは放っておいても液体のままで固まったりしませんよね。こういうのを不乾精油と言います。油絵の具はこの乾精油がゼリー状に固まる性質を利用して作られています。油絵の具をこの乾精油で溶いてキャンバスに塗ると、この油が空気中の酸素とじわじわと結合して固まっていきます。これを酸化重合と言います。画材の世界は 100% 化学の分野です。夏場の気温が高い時はこの酸化重合の速度が速くなって乾きやすいのですが、冬場気温が低くなるとこの反応の速度が遅くなって乾きにくくなります。だけどこのゼリー状に固まる過程で絵の具は画面にしっかりと定着していきます。つまりこの乾精油がのりの役目をするわけですね。日本画ではにかわがこの役目を果たします。また乾精油は画面に独特のツヤを与えます。定着して画面を強固にしながらツヤが出てくるというわけです。では乾精油にはどんなものがあるのでしょうか。主なものはリンシードオイル、ポピーオイル、サフラワーオイルです。まずリンシードオイルですが、これはあらゆる場面でベーシックに使われています。リンシードオイルは日本語で言うとアマニ油です。アマの種子から搾油して精製されています。割と乾きが早く塗膜を強固なものにするので、キャンバスの下地作りに使われています。欠点は時間が経つと黄変してくるということです。油絵用のキャンバスが真っ白でなく少し色がついているのはこのリンシードのせいだと言われています。なので明るい画面を目指す場合は次のポピーオイルを使うのが良いです。ポピーオイルというのはケシの種子から搾油されたもので、リンシードよりは乾燥が遅いのですが、黄変の心配はありません。乾燥が遅いのでグラデーションがやりやすいと感じます。
これぞ油絵という書き心地の良さで私は結構好きですけどね。サフラワーオイルは紅花の種子から搾油精製されたもので、性質はポピーオイルに似ています。またこの完成油を長期間水に浮かべて日光にさらして酸化重合させたサンシックンドリンシードオイル、サンシックンドポピーオイルというのもあります。これは蜂蜜のようにとろっとしててかなり濃い感じです。筆跡を残さないつるっとしたツヤのある画面を作りたいような時に使います。ツヤ出しワニスの役目まで果たすというもので、乾燥は意外と早く、水性メディウムとも混ざりやすい性質があります。ちなみに私はこのサンシックンドリンシードオイル 30ml をテレピン 100ml で薄めてみたんですが、ちゃんとツヤがあって普通の完成油の役目を果たす感じです。さらにスタンドリンシードオイルというのもあります。これはリンシードオイルを高温で酸化重合させたもので、黄変しにくくなるという性質があります。乾燥は遅めになるようです。はい、では次3番目の樹脂に行きましょう。樹脂というのは画面のツヤを調整したり、乾燥を早めたり、仕上がった絵を保護したりと結構いろいろな役目を果たしますが、オイルとの混ぜ方によってその役割が微妙に違ってきます。樹脂も天然のものと人工のものがあります。天然のもので昔から使われてきたものが断丸樹脂、人工のもので最近油絵のメディウムとしてよく使われるものがアルキド樹脂です。では天然の断丸樹脂からいきましょう。他にも天然の樹脂はありますが、ほとんどこの断丸樹脂が使われているようです。断丸樹脂というのはダマールという原材料をマレー半島のボルネオやスマトラから輸入して作られます。描画用、画面保護用、画面修正用の役割がありますが、描画用として使われるものにはダンマルワニス、パンドルがあります。ダンマルワニスはダンマル樹脂をテレピンで溶いてあるもので、仕上げの時に絵に混ぜるとツヤが出て乾燥を早めます。パンドルはダンマル樹脂にテレピンとポピーオイルが加えてあるもので、乾燥性が良く、速乾性を生かしたスケッチなどに向いています。ルツーセは画面修正用として使われます。油絵は時間が経つと部分的に表面のツヤがなくなってきたりするのですが、そういう時に表面をきれいに拭いた後にこのルツーセを塗ると調子を取り戻すことができます。断丸樹脂は昔から伝統的に画面保護用ニスとして使われてきましたが、今もタブローとして広く使われています。本格的なニスでガラスのような強い光沢が出ます。空気を完全にシャットアウトするので、作品完成後半年から1年経ってから塗るようにします。油絵というのは乾いたように見えても、実は中の方は完全に乾いてないことが多いんですよね。完全に乾いてない状態でこれを塗ると絵がぐしゃぐしゃで悲惨な状態になるので気をつけましょう。そんなこと言われても展覧会に間に合わないよというような時に、指で触った感じで乾いていれば塗れるのがホルベインのラピッドタブローと草壁のタブロースペシャルです。他のメーカーにもあると思いますが、塗るタイプと吹き付けタイプがあります。逆にツヤを消してマットにしたい時もあります。そんな時は他のメーカーにもあると思いますが、ホルベインのマットダブローやブランマットリキッドがあります。次は人工の樹脂です。油絵の分野で最近よく使われている人工の樹脂はアルキド樹脂ですね。これはアクリル樹脂と違って油と非常に相性がいいようです。特徴としては塗膜が硬く光沢に優れているということです。これを油絵の具に混ぜると素晴らしく乾燥が早くなり強固なものになりますので、速乾メディウムやストロングメディウムとして売られています。またクイックドライングホワイトというのはこのアルキド樹脂が混ぜてあるので、厚塗りをしてもすぐに中まで乾きます。ですが樹脂が混ざっている分隠蔽力は弱くなります。はい、これまで覚えておきたい油絵の3種類のオイルと溶剤についてお話ししてきましたが、最後に調合特油の解説をします。調合特油というのはいろいろな種類の乾性油、揮発性油、樹脂を組み合わせて特徴のある画溶液に仕上げてあるものです。オイルの簡単解説と言いながら結構ややこしかったじゃんと思われている方のために、メーカーが作ってくれているのが初心者セットに入っているペインティングオイルです。これは乾性油、揮発性油、乾燥促進剤などを程よく配合してあって、コーヒーで言えばブレンドのようなもので、そう難しく考えなくても最初から最後までこれで書いていればほぼ間違いはないというものです。でもせっかくだから最初の下書きは揮発性油でみたいなことはやってみたいですね。
年数を重ねるに従っていろいろな完成油や調合特油に挑戦してみるのが良いかと思います。ペインティングオイルにも実はいろいろな種類があるのですが、実は初心者用のペインティングオイルとは全然違うものだったりするんですよね。各メーカーでいろいろと工夫が凝らされているようで、簡単に説明するのも難しいですが、ここでは草壁の調合特油について解説します。主なものにはペインティングオイルスペシャル、ペインティングオイルクイックドライ、ダンマルペインティングオイルなどがあります。まずペインティングオイルスペシャルですが、これはスタンドオイルと樹脂の混合です。メーカーによって天然樹脂だったり合成樹脂だったりするようですが、私が持っている草壁のは合成樹脂と書いてあります。樹脂によって光沢が増し、乾燥も早いものになっています。またスタンドオイルを使ってあるので、通常のリンシードベースのものに比べて黄変の心配もないというものです。書き心地はとても良いです。ペインティングオイルクイックドライというのは、アルキド樹脂が主成分と私が持っている瓶には書いてあります。これで書くと本当に乾きは早いし、書き心地も悪くないです。ダンマルペインティングオイルというのは、スタンドオイルと天然ダンマル樹脂を主成分とする本格的な調合特油です。油絵の具の透明性を生かした重層効果に向いているようです。スフマート技法など古典的な書き方をしたい場合に良さそうですね。はい、今回は油絵のオイルについて解説してきましたが、ざっとまとめると、油絵のオイル溶剤には3種類ある。1揮発精油、2乾精油、3樹脂。主な揮発精油はテレピン、ペトロール。主な乾精油はリンシード、ポピーオイル。油絵のオイルといえば主に乾精油のことを指す。揮発精油は油そのものが揮発することによって乾いていくが、乾精油は空気中の酸素と結合することによって乾いていくので時間がかかる。これを酸化重合という。揮発精油で描いた画面はツヤが全くなく、顔料の粉が取れたりするが、その後乾精油で描くと油が糊の役目を果たして顔料が画面にしっかりついて強固になり、ツヤが出てくる。乾精油には日光にさらした酸シックンドリンシードオイル、酸シックンドポピーオイルというのもある。さらに加熱重合させたスタンドオイルというのもある。樹脂は描画用として使われる場合と仕上げ用ニスとして使われる場合がある。描画用として使われる場合は光沢の調整と乾燥時間を早める役割を果たす。以上、参考になりましたでしょうか。ニス掛け動画やホワイト解説など他の関連動画もお時間があったらぜひご覧ください。